神奈川県医師会。専門家でもないコメンテーターにごまかされないで、がネットで話題。内容はこちら。神奈川県医師会のお願いが話題のようです。では、少し長くなりますが、神奈川県医師会の主張の一部を見てみましょう。神奈川県民の皆様へ、神奈川県医師会からのお願い。神奈川県医師会長、菊岡正和。侮らないで。連日の報道で、親も子供もストレスで大変ですと、マスコミが取り上げています。だから、ストレス発散のために、外出したいという気持ちもわかります。爆発的な感染拡大に、若い人たちに危機感はないのが当然かもしれません。若い人は感染しても、比較的軽症で済むとの報道があるからです。しかし現実は違います。若い人でも重症化して一定数以上は死亡するのです。現実を見つめてください。もし自分の知り合いの人がコロナ感染症で亡くなられたらきっと悲しいはずです。そして亡くなった人に移したあなたが入院せずに軽度で済んでも本当に喜べるでしょうか。不用意に動き回るということはその可能性を増やしてしまうことなのです。今は我慢する時なのだということをぜひ理解してください。できるだけ冷静に、そして自分を大切に、そして周囲の人を大切に考えてください。ごまかされないで。この新しい未知のウイルスに本当の専門家がいません。本当は誰もわからないのです。過去の類似のウイルスの経験のみで全てを語ろうとする危うさがあります。そして専門家でもないコメンテーターが、まるでエンターテインメントのように同じような主張を繰り返しているテレビ報道があります。視聴者の不安に寄り添うコメンテーターは、聞いていても視聴者の心情に心地よく響くものです。不安や苛立ちが多い時こそ、慎重に考えてください。実際の診療現場の実情に即した意見かどうかがとても重要です。正しい考えが市民や県民に反映されないと不安だけが広まってしまいます。危機感だけ煽り、感情的に的外れのお話を展開しているその時に、国籍を持たず、国境を持たないウイルスは、ひそやかに感染を拡大しているのです。第一線で活躍している医師は、現場対応に追われて、テレビに出ている時間はありません。出演している医療関係者も、長時間メディアに出てくる時間があれば、できるだけ早く、第一線の医療現場に戻ってきて、今現場で戦っている医療従事者と一緒に奮闘すべきだろうと思います。これは全国民に周知すべき重要な情報ですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ほぼ全てじゃないか。専門家でもないコメンテーターが、まるでエンターテインメントのように同じような主張を繰り返している。まさにほぼ全てですね。次はこちら。第一線で活躍している医師は、現場対応に追われてテレビに出ている時間はありません。答えはここにある。これはものすごいヒントですね。あんな人やこんな人の顔が頭に浮かんできますよね。次はこちら。名指しした方がいい。はい。もはや名指しも視野に入れた方がいいと思います。なぜならこの人たちのせいで医療現場が混乱しているのですから。次はこちら。テレビは不安を煽ってるだけで害悪でしかない。正直テレビで言ってることに信用は持てない。こういう時はテレビを見ない方がいいと思います。不安に駆られるだけですからね。最後はこちら。芸人が出てるワイドショーなんて、クマル以外の何者もでもない。あのお昼の番組ですね。あれはひどいです。そもそもタレントが MC をしていて、芸人がコメンテーターの時点で、報道番組として破綻してますからね。結論。今回の神奈川県医師会の訴えは、かなり重要で的確な情報です。どうせテレビやマスコミは取り扱わないでしょうから、多くの日本国民の手で、
今回の神奈川県医師会の声を広く拡散しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。